つて東海道の6つの宿場があり、浮世絵に描かれた風景も残る静岡市。弥生時代の遺跡、源氏や戦国武将ゆかりの地、江戸から明治へと時代が動いた場所など、市内のあちこちに日本の歴史を感じることができます。そんな静岡市でゆかりの歴史上の人物といえば、一番最後の将軍慶喜さん、慶喜さんって呼ぶ、江戸幕府最後の将軍となった徳川慶喜。将軍を退いた後、静岡市に住んでいたんですよね。そして圧倒的に皆さんが挙げていたのは、徳川家康とか。徳川家康、徳川家康、徳川家康、駿府城があるから。静岡市ゆかりの歴史上の人物の代表といえば、江戸幕府の初代将軍徳川家康。駿府と呼ばれた頃の静岡市との関わりは、家康が竹千代と呼ばれていた8歳の頃に始まります。人質として駿府の今川氏の下で暮らした19歳までの12年間、竹千代は今川氏の軍師でもあった臨済寺の住職大元節斎などから様々な教えを受けました。人質とはいえ大切に扱われていたことは、竹千代が元服するときに義元が送った鎧からも伺い知ることができます。後に天下人となる徳川家康の人間形成に、駿府の今川家で暮らした日々が大きな影響を与えたと考えられています。家康の人生は永禄3年1560年の桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れ討ち死にしたことで大きく変わりました。義元亡き後、後を継いだ息子氏真が武田氏に奪われた駿府を後に家康が取り戻し、幼い頃を過ごしたこの地を治めることになります。やがて江戸に移り、天下を統一して江戸幕府を開いた後、大御所として再び駿府へ戻ってきた家康は、駿府城で75年にわたる激動の生涯を終えました。その亡骸は遺言により久能山東照宮に埋葬されたと伝わります。徳川家康にとって駿府と呼ばれた静岡市は、武将としての始まりの地であり、人生を終えた地でもあるのです。静岡市には全国的に自慢のできる史跡や美味しい食べ物がいっぱいあるんですよね。さあ、私と一緒に駿府歴史散歩に出発しましょう。お城好きとしても知られる春風亭昇太師匠とともに、そんな静岡市の歴史散歩に出発しましょう。我々しか見れないって、その前の人たちは見てないんですよ。なるほどなるほど。これある形を具現化してるんですけど、何だか、師匠わかりますか？静岡で一番有名、世界的に有名な、あらまあ、これ張り出してるでしょ。横矢っていうものをかけるための、まあ仕掛けなんですけど、必要ないんですよ。もうこれだけ、これだけ。尾根上をここで寸断してるんですよ。堀の後ですね、堀切り。徳川家康の居城として知られる駿府城は、一体どんな城だったのか。明治時代に取り壊された駿府城の天守台の発掘が2016年から始まりました。昇太師匠の駿府歴史散歩、最初にやってきたのはこの駿府城天守台の発掘現場。ここでそれまでの歴史の認識を塗り替えるものが見つかりました。手前が慶長期の石垣、はいはい、で任意的にあった割石を積んだ打ち込み萩、はい、でその内側に、はい、自然石で積んでいる、はいはいはい、いわゆる野面積みという石垣が同時に見られる場所、ね、はは、時期としては、まあ、20年近い差なんですけど、この時に劇的にお城を作る技術が発達したと。
発掘された石垣から最初に駿府を治めた天正期と大御所として駿府に戻ってきた慶長期の二度、家康が天守を築いていたであろうことが分かったのです。天正期の石垣は自然の石をそのまま積む野面積み、一方慶長期に大改修した時には打ち込み萩といわれる石を割って加工して積む工法に進化しています。20年間でこれだけ石垣を積む技術が変わったっていう、面白いですね。慶長期の石垣に関しては、はい、家康段階の石垣がそのまま残っていたと、はい、駿府城っていうのは二の丸堀、はい、三の丸堀にも石垣があるんですけど、はい、地上で見られる石垣は、うん、ほとんど積み直し、うん、まあ、江戸時代に積み直された石垣がほとんどで、はい、家康段階の石垣が見られるのはこの駿府城の天守台のあたりだけですね、はい、それが貴重だった。貴重なんですね。しかしまあいい石使ってますね。でも地元さんです。あ、全部静岡県さんですか。そうですね、家康段階の石垣は全部、ね、静岡平野から運ばれた石材になってます。へえ。大御所時代の駿府城の大改修は江戸幕府が全国の大名に命じて行った天下普請と呼ばれる大規模土木工事でした。石垣の石は静岡市内を流れる川の上流から切り出されました。岩盤に矢穴を開けてその穴に楔を打ち込み叩き割って石垣のための石を切り出していたといいます。この大変な作業を担ったことを示すため各大名は石に自身の目印を刻みました。今も駿府城公園の石垣にはその刻印を見ることができます。裏米の石ですか。そうですね、すごいですね。もう大量にもう充填というかぎっしりと詰まっていて、ここ天守台じゃないんですけど天守台はだいたい8メーターから10メーター。ですね、石垣って見えてるところあるでしょ、その奥に細かい小さな石をこう置くんですけど、それがすごい大量に出てるっていうことですね。でもっとすごいんですか、慶長期の天守台は、うん、正面のポールがあるじゃないですか。はい、あのポールの高さまで天守台の石垣があった。ガガーン。大きさも大きいんですけど、はい、高さもとてもとてつもない規模の天守台だったんですね。残っている資料によりますと、はい、水際から19メーター、うん、天守台だけで、まさに日本最大級の天守台。どっしゃー。で、西国から来る方は、はい、まあ、東海道を下って、はい、まず、駿府に入ったら、まあ、駿府城の天守をめがけて進みます、うん、はい、でその後ろには日本一の山、富士山がそういう権威の象徴として見せるっていう狙いもあったかもしれませんね。天守があってその後ろに富士山、はあ、じゃあ西国の方から来た人は、うわ、もう本当に静岡に来たんだ、駿河に入ったんだなっていうのを実感すると。でそこで大名たちはまず大御所家康に謁見してから、うん、はい、江戸の将軍様に会いに行くんですね。いや、もうまさにその徳川家の力を、東海道を西の方から来た人はもう実感しながら行くわけですね。そうですね。でここで改めて、うん、豊臣の世から徳川の世に変わったってことを実感するわけですよ。ははこちらが、はい、天正期の駿府城の天守台の南面になります、はい、まあ、規模としては南北で37メーター、はいはい、東西で33メーターありまして、うんうんうん、まあ、おそらく豊臣期の大阪城に匹敵する天守台の規模になってます。はい、なんかすごいですね、駿府城って。慶長期も天正期もすごいんですよ。はあ、両方とも両時代の、まあ、最大級の天守台だったっていうことですね。それと同時に、うん、当時の石垣がそのまま見られると。なのでこれも家康が天正期に積んだ石垣がそのまま残っている、うん、へえ、すごいですね。まあ、それと同時に金箔瓦が大量に破棄されて確認されています、うん、はい、はあ、戦国時代豊臣秀吉の命で家康が江戸に移され、その後の駿府城を豊臣政権の重臣中村一氏が治めていた時期がありました。2018年に発掘現場から豊臣の城の象徴ともいえる金箔瓦のかけらが発見されました。
この覇気もすごい意味がありまして、はい、慶長12年に大御所家康が駿府城を大改修するときに、はい、まさに豊臣政権の象徴であった駿府城、うんうん、金箔瓦が吹かれた駿府城を自ら破壊して徹底的に埋め込んで封印して、はい、さらに巨大な天守台を築くというものすごい分かりやすいことを、はいはい、あの大阪城の前にやってるわけですね。いやこれだから現在のその大阪城でやったことのひな形が駿府城にあるっていうことですよね。まさに先にやってるわけですよ。はで天正期もあの徳川家康が気づいてるんですよ、うんうんうん、自らそれを徹底的に破壊してで平成の終わりまで誰も知らなかったっていう、はい、すごいですね。今の我々しか見れない風景だったので、その前の人たちは見てないんですよね。そう、なるほどなるほど、すごい意味があると。なるほど、まあだからこう地中に埋められていたからまあ現在まで残ったっていうのはあるし、もう強烈にあの日本史にも、まあ、お城の歴史にもインパクトを与えたのかなと考えております。いや本当にお城をね好きな人たくさんいらっしゃるんですけど、駿府城の発掘調査っていうのはすごいインパクトだったんですよ。もう一番ホットな発掘現場と言ってもいいぐらいだったんですよね。先ほどの金箔瓦っていうのはこれ豊臣政権の象徴なんですよ。この金箔瓦のこのお城はあこれザ・豊臣ねっていうそれを全部してで、もう一つすごいのは、うん、一つも完品、うん、完成された瓦が発見されてないと徹底的に破壊されてるわかりやすいですよね。素晴らしいですね。本来ならば古い瓦はまた転用して使うのが、うんはいはい、よくそうですねのがお城の通例なんですけど、うんね、それを徹底的に破壊してる。してないんだ家康が今背中で語ってますから。語ってないんだ。本当だ家康君の背中でなんかもうやることは面白いですね。そうですね昔の方はね。そうですね発想がすごいですよ ね、 そうですね。今現在これ作れても多分作れないですからね。作れないですよ。機械を使っても徳川家が天下を取ったことを知らしめるための役割を駿府城が担っていたんでしょうね。家康が大御所政治を行っていた頃の駿府の人口は12万人、当時幕府が置かれていた江戸の人口が15万人と言われていますから、駿府は江戸に匹敵する大都市だったんですね。でここにも徳川さんの御紋がいっぱいついていますけども、はい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 、青いの色味がハートマーク。こちらは駿府城のすぐ近くにある静岡浅間神社。浅間さんと呼ばれ親しまれてきたこの神社も家康と深いゆかりのある神社なんです。三河遠江の大名となった家康は武田氏の静畑山城を攻めようとするときに麓の静岡浅間神社を訪れて、無事に自分が勝利を収めたならば必ず社殿を再建すると戦勝祈願の誓いを立てた後に社殿を焼き払ったと伝わります。後に家康は三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の5カ国を治め、浜松城から駿府城に移って約束通り静岡浅間神社の再建を果たしたといいます。お、綺麗になってます。お、ちょっとダメだな、ちょくちょく来ないと。綺麗になってる。あ、どうも、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずよろしくです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。綺麗になってますって。そうですね、今平成令和の大改修ということで、はい、社殿の漆の塗り替え工事をしておりますので、はい、あ、そうですか、今回の塗り替え工事はこの楼門だけで、3年かかっています。3年かけて塗り替えが終わりまして。そんなにかかるんですか。そうなんですね。なんでそんなかかるんですか。やはり漆塗りっていうのはそれだけ手間暇がかかるんです。この楼門だけで彫刻が111ついています。じゃあこれも一つ一つ、そうですね、塗り直したっていうことですか。そういうことになりますね。取り外しをして塗り替えて戻したものもありますし、ね、もう現地にもう外せないものはついたままで塗り替えをします。はいはい、すごいですね。そうですね、なかなかここまでの彫刻塗り方っていうのはないですね。はは、それはやっぱ家康公が崇敬したお宮だから、はいはいはい、これだけのものがあるということで、
当神社26の重要文化財の建物がありますので、はい、もう当時のままに、当時のやり方で修復が行われますね。なるほど、ですから彫刻もですね、はい、それぞれにやはりストーリー、はい、言われとかがあるんですけれども、はい、例えばですね、はい、この中央の門の上にあります金色の竜、はい、竜、はい、これがですね水飲みの竜って言います、はい、実は、かつて浅間神社が火事になった時ですね、はい、ここからこの竜が抜け出して、はい、池の水を吸って、はい、火にかけて、はい、火事を防いだと言われている伝説のドラゴンになります。はい、総金箔です、ね、なるほど、じゃあこの浅間神社さんの、まあ、言ったらちょっと守り神みたいな、そうですね、そんな存在もありますね、で現在の社殿群というのがですね、江戸時代全部燃えちゃうんですね、一度、それを200年前から60年間かけて再現されたのが現在の建物になります。ですから職人が孫の代までかかって建ててったんですね。そうか、そうなんです。翔太さんはこの金具についているこの模様ご覧になったことありますか。ここの部分です。よくね、でも、あの古い建物見に行くと、こんなのありますけど、西洋ではハートマークですが、日本ではこれを猪目と言います。聞いたことあると思いますけど、はい、イノシシの目、獅子の目ですね、はい、ですから魔除けになります。あ、この門だけで780ほどこの猪目がついていまして、静岡浅間神社全体では数万と言われるこの猪目。そうですか。悪いものが入ってこないようにということで、はい、まあ、睨みを利かしているということになりますね。それがもう無数にあるっていう、そういうことなんですね。ことですね。逆に今の若い女の子が見ると可愛らしい、うん、そうですね。もうハートがいっぱいの神社ですので、うん、そうですね。まあ、縁結びの神社でもありますので、じゃあちょうどいいですね。現在はそこがまたマッチしてきてますね。時代時代でね、いろんな受け取り方していいと思うんでね。そうですね。でここにも徳川さんの御紋がいっぱいついていますけども、はいはい、あの三つ葉葵も実はこの猪目の集合体、猪目が3つということになります、うん、葵も猪目なんです。ハートマークなんですね。うわー、なるほど、はい、そうなんです。いや僕そんなの全然考えてなかったです、はいはい、猪目、猪目なんです。徳川家を守るっていうそういう思いも込められてこの家紋なんですね。そうなんですね。うわ、はい、これからも僕もいろんな人にそれ喋りますもうなんかまるでもう僕がもともと知ってたみたいなこれはね、っていうふうに、そうですか、ありがとうございます。ぜひぜひまた全国に広めていただければ。ありがとうございます。これ忘れないようにしないと。家康公は子供の頃から崇敬した神社ですので、いろんなところに家康公の思いというのも詰まっているんですね。それでこれだけの社殿もありますし、この大拝殿、はい、2階建ての建物っていうのは神社ではかなり珍しいんです。はでこれある形を具現化してるんですけど、なんだか、師匠は分かりますかね。もう少し後ろ下がっていただいた方が上まで見えるところ、全体静岡で一番有名、世界的に有名な、あらまあ、はい、富士山。富士山です。はは、浅間神社は富士山を拝む信仰ですので、まあ、拝殿自体がこの富士山になっています、はい、ですから2階と1階の間には雲がたなびいていまして、なるほど、富士山にたなびく雲になります。なるほど、その上見ていただきますと天女がいっぱい舞っているんですね。あ、じゃあ、あの雲の上からこう頭を出している、そういう形になりますね。霊峰富士、その奥にあの雲の上の高さで神様が祀られている形になります。で高さが21メートルありまして、はい、漆塗りの神社建築では日本一の高さになります。富士山も日本一ですけれども、ね、静岡浅間神社の大拝殿も日本一なんです。そうなんです。あ、全国規模で見ても、のぞい珍しい、そういうことになります。そしてもうやっぱり立派な建築物っていうことになるんですよ ね、そうですね。大拝殿も今年の5月から塗り替えに入り、5年もの間その姿が見られなくなるそうです。まあ、本物の富士山も常にこうやって姿を隠すわけですよね、うん、ですから霊峰として皆様の神秘的に拝まれる対象になるんですけれども、この大拝殿も経って200年経ってるんですけれども、うん、はい、またここから5年間しばらく皆さんの目からこう一度姿を隠す、くらます形になります。でまた出現するという、
まさに本物の富士山と同じような形。うまいこと言いますね。うまいこと言いますね。まあ、師匠にそういうこと言ってありがとうございます。浅間神社の歴史は2000年の歴史がありますから、うん、まあ、5年なんてほんの瞬間なんです。なるほど。そうですよね。そうなんです。そして大拝殿からは2つの神社を望むことができます。あ、ちょうどそれが浅間神社と神戸神社。ここまで来ると少し中にきらびやかな彫刻がご覧いただけるかと思います。いや、見事な彫刻がしてあるんですね。もう神社は神様のために作られていますので、神様のところが一番豪華になっています。はいはい。ちなみにここには神戸神社と浅間神社と2社ありまして、はい、この神戸神社の方には、三代将軍家光公の時代に家康公を神様としてお祭りしております。ですから先ほどもお参りしていただきましたけれども、はい、あの皆さん浅間神社に、お正月とかお参り来ますよね。はい、で浅間神社の神様にお参りをしているわけなんですけれども、実は徳川家康公にもお参りしていることになってるんですね。ですから家康はこの神社の一大崇敬者だったわけですけれども、今から400年ほど前には神様側にいるわけなんです。最終的には静岡に戻ってくるじゃないですか。やっぱりこの土地がやっぱりそれやっぱり好きだったんだなと。そうですよね。思うんですよね。自分のふるさとだって言ってたみたいですからね。まあ、本来だったら、まあ、岡崎の方に戻ってもよかったと思うんですけど、まあ徳川家っていうね、松平っていうことで言ったら、ここに戻ってもよかったんだけど、やっぱりここに戻ってくるっていうのがね、そうですね、これ何年ぐらい前？これ200年前です。いやー、200年前でこう豊かな色彩がちゃんと今残ってるってすごいですね。そうですね。やはり少しずつ色も褪せてくるんですけれども、補彩をしながら守ってきてますね。ですから美保の天女がありますけども、もう静岡浅間神社ではもうずっと天女が舞っているような、そういう空間なんですね。ですから祈りですので、普段神社のお祭りをするときには雅楽が流れるわけなんですけれども、ここをよく見ていただきますと琵琶を弾いていたり、ちょっとこちら来ていただきますと蝶を奏でてますね。ですからここにはこういう楽器を奏でている天女が描かれているだけではなくて、これ祈りですので、こう200年間人がいないところでもこの空間をですね、こういう天女の雅楽がずっと奏でられている空間、それを表しているんですね。そして特別に本殿に登らせていただくと、浅間神社から見えたのは、遠くを眺めてみてください。おー、なるほど、そういうことですね。はい、今日珍しく見えてますね。うわー、なくそういうことなんだな。そうなんですよ。あれがですね、先ほど言った平行になっていますので、屋根が邪魔して、ご神体座の富士山が見えないんですよね。少しずらすことによって、この神様からお山が眺めるようになってますね。確かにこっちだと見えないかもしれない。そう、見えないんですね。ここだから見えるんですね。そういうことなんですね。さらに権禰宜の宇佐美さんがこんな秘密も教えてくれました。これももう本当に家康の時代から流れてる記録が残ってるんですが、シジミが生きてるんです。シジミ、こういう間にですね、こんなところにシジミ、本当だ、本当だ、ですから、そう、古い時代からやっぱ清らかな流れっていうのが今でもこうやって脈々と受け継がれてる。すごいな、しじみが。駿府をこよなく愛した家康、今でも家康が愛したものたちが静岡市で伝承されています。初夢に見ると縁起がいいと言われる一富士二鷹三茄子、これは家康が好きだったものを並べたという説があります。家康は駿河には一に富士山がある、これは三国中の中でも唯一の名山だ、見飽きることがないと言ったとも伝わります。そして二鷹の鷹は家康の趣味が鷹狩りだったことから、三茄子のナスは
現在の静岡市清水区美保で採れていた織戸ナスが大好物だったといいます。一度途絶えていた織戸ナスですが、現在は復活して美保半島で栽培されています。家康が名付けたと言われるのが静岡名物の安倍川餅。かつて安倍川上流には金山があり、江戸時代に流通した慶長小判にもここから産出される金が使われていました。江戸時代の初め、安倍川のほとりの茶店に立ち寄った家康に、つきたての餅に豆の粉をまぶしたものが振る舞われました。豆の粉を安倍川上流の金山から取れる金の粉に見立て、金なこと称していたのを家康は大層気に入り、この餅を安倍川餅と名付けたと言われています。これね、正直言って全く必要のないものなんだけど、お城って大きいや立派じゃないんですよ。静岡市と山梨県をつなぐ国道52号を登ってきた清水区小島地区。ここには全国的にも珍しい遺構が残っているそうです。中学生の頃初めて来たんですけども、その時はね、もう何の整備もしてなかったので見づらかったんですけど、今も整備が進んでですね、すごい見やすくなってます。おーおー、いやー、さあご覧いただきましょう。じゃーん、はい、見事な石垣ですね。またいい積みをしてます。東海道から甲州への入り口だった現在の静岡市清水区小島は、江戸幕府にとって戦略上重要な場所でした。ここには石高1万石の小さな小島藩があり、小島藩の藩主となった松平信春は宝永元年、小島村に陣屋を構えてこの地を治めました。陣屋とは1万石に満たない小さな藩の大名が屋敷を置き、政治の拠点としていた場所です。ちょっとこれ石垣好きはちょっとどうでしょう、ちょっと気に入っていただけんじゃないですか。うわー立派、これ見てください。これほら、ここ綺麗に墨を出して積んでますね。高さどのぐらいあるんでしょう、これ4メートルありますかね。小島藩って1万石ぐらいなんですね。1万石だとね、普通お城を作っちゃダメなんですよ。ところがここはお城風に作ってあるっていうことなんですよ。つまり役所なので、陣屋お城風のものを全く必要としてないんだけど、だけど作ってるっていう、これがちょっとね、正直全国でも珍しいケースなんですよ。大名もお城を持てる人たちと持てない人たちがいて、で小島藩は本当はダメなんですよ。ダメなんだけど、やっぱりその辺は徳川のお譜代の大名ってことがあるんでしょうか。ちょっとこうお城風に作ってるんですよね。まあ、完全にお城っていうわけじゃないんだけど、お城風に作ってるというね。それが分かるのがこの枡形っていうこれ門なんですけど、ここぐっほらね、でこうやってクランク、ぐっクランクさせてるんですよ。小口とはお城の出入り口ですから、枡形小口とはマスの形をした入り口のこと。城に攻め込もうとする敵を四角に囲まれた狭いスペースで一網打尽にする防御のために開発されたものです。これね、正直言って全く必要のないものなんだけど、これをやってるのがやっぱりお城を持ちたいっていう気持ちの表れだったんじゃないですかね。その中でギリ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 許してくれるギリギリのところでお城風に作ってるっていう、この辺もちょっとこうね、1段2段3段ね、こんなの陣屋に必要ないんですよ。必要ないけどこういう風にしてるのがとっても面白いです。いや、僕も中学生の頃来た時こんなの全然見れなかったんだけど、いや、この辺も綺麗にしてありますね。何回か来てるんですけど、来るたびに整備が進んでいて、どんどん見やすくなってるのが小島陣屋っていうことなんですね。国の指定史跡です。これ非常に重要な史跡にしか、この国の指定史跡っていうのはですね、なれないので、
なのでとっても大事なものってことなんですよ。お城って大きいや立派じゃないんですよ。例えば江戸城なんかは徳川幕府が国の国家事業として作った史跡なわけですよ。だからあんだけ大きくて立派なんだけど、それのれと1万石が大名が陣屋を作るとどうなるかっていう、この1万石っていうクラスでこれを作ったってことがすごいってことなんですよ。うわーかっこいい。これ見てください。これこういうのを石垣のこう、まあこう折れって言うんですけど、これ何かっていうとこれ張り出してるでしょ。そうするとここの石垣を登ろうとしたやつを横から撃退するっていう横矢っていうものをかけるためのまあ仕掛けなんですけど、必要ないんですよ。敵は来ない来ない。これ戦えるような城じゃないから、だけど作ってる。だからやっぱりこう城を持つっていうことが大名にとってすごくまあ特別なことだったんだろうけど、それができない一万石の大名がギリギリやってるっていう、本当必要ないもんだって。これ石垣だけでいいじゃないですかね。だけどそうじゃないんですよね。いやこれよ、ほんと綺麗にしたな。ここからマス型がよくわかりますね。これあそこでこうクランクさせてるところ、必要ない、全く必要ない、不便じゃないですかあんなの。だってあの市役所に入る前に余計なクランクがあるってことだからね。あれあれまっすぐ登ってきたいんですよ本当は。だけどあえてあそこにクランクを作るっていう。はい、もうまさに城下が一望です。小島の町がもうこの景色見てても、あやっぱりここにお城を作るんだな、陣屋建てるんだなっていうのはこの風景見ても分かりますよね。小島の町にとってはこうシンボリックな建物だったっていうことが、ここの風景見ても分かるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。明らかに他の一万石の大名とはちょっと違いますよね、陣屋の趣が。そうですね、でこの眺望もしっかりですけども、はい、かなり谷から全体を見渡せるようなところに立地していて、うん、あのかなり防御的なところでも優れてるんじゃないかなと思います、はい、別の場所に移され地元の公会堂として使われていたかつての小島陣屋の御殿書院。陣屋の御殿建物が残っているのは全国的にも少なく貴重であるため、再びこの地に復元するための移築作業が進んでいます。楽しみですねこれは。ちょっとワクワクしますね。本当に貴重ですからね。そんなとこないんだから日本中に、ここだけですよ、まだまだ小島陣屋を走り回る翔太師匠。お城好きの師匠を夢中にさせる魅力が地元静岡市清水区が全国に誇る遺構にはあるようです。はい、行きます、はい、室町時代の1409年頃、駿府の守護となった今川範政は防衛のために要所要所に城塞を築きました。その後武田家徳川家も駿府を守るための城を構えていきました。城といっても天守がある大きなものではなく、山の地形を利用して築かれた山城。現在の静岡市には数々の山城の跡が残ります。山城大好きな翔太師匠、そのうちの一つ愛宕山城跡にやってきました。愛宕山城は静岡市街地近くに位置する八ツ山の北東の峰、通称愛宕山に築かれた山城です。あの遺構の残りも比較的よくってですね、意外と穴場なんですよ。割とこう簡単に来ることができるお城になってます、愛宕神社。この、中にですねお城の遺構が点々と残っているということになります。この参道をずっと登っていくということになります。おーすごい、ご神木ですね。立派な、樹齢約400年、ね、江戸時代初期、戦国末期みたいな感じですか。ひたすら続く山道、師匠大変じゃないですか。苦にならないですね、一
光が待ってるかと思うと楽しみですね。でもね、ゴルフやってる人なんてね、お金払ってずっと歩いてたもんね。お金はいらないわね。体は鍛えられるわね。まだまだ先ですからね。山道を登ること15分、山城の構造が見えてきました。ここはもう城内なんですけど、この先にですね、堀切りって言われる堀がありますので、ちょっと行ってみましょう。こういったところも曲輪って言って、まあ、防御のための、まあ、陣地みたいな感じですね。さらに進んでいくと、今も残る山城の名残を見つけました。おお、これだこれだこれだこれ。ああ、これこれだったら分かりやすい。これが尾根状をここで寸断してるんですよ。堀の跡ですね、堀切りで、そのまま下へこう縦堀って言って、山の斜面をこう下がるように堀が掘ってある。こういったものがね、本当に住宅街のすぐそばで見られるっていうのは静岡市内ではちょっと少ないですね。頂上近くに大きな曲輪跡がありました。かなりのスペースありますんで、結構やっぱり大きいお城だったっていうことが分かるんじゃないでしょうか。結構な広さですね。かなりの規模ですね。山城でこれだけのスペースがあるってなかなかないですよ。今川時代からここのお城はあって、その後武田が静岡に入ってきてるので、その武田が改修した可能性もあるんですけれども、もし手付かずだとしたら、あるいは手付かずのところが残ってるとしたら、非常に貴重な今川市の、まあ、城っていうことになりますね。頂上へ向かう途中で翔太師匠の目に留まったのは、何年前の説明図なんだって話。これ見た、1970年って、これ大阪万博の頃のやつですよ、これ。ね、どうでしょう、僕お金出しますんで、新しい案内板とかどうでしょうか。でもこれ見てもかなりね、見てください、これが堀切りってやつなんですけど、かなりの本数の堀切りがあって、やっぱり大きいお城だったっていうことが分かりますね。はあ、あら、すごい、たくさんあります。これが愛宕山城のイメージ。山全体を使った大きな城だったのが分かります。翔太師匠、ついに頂上にやってきました。こちらが、まあ、お城でいうと、まあ、本丸に相当される主閣というところなんですけど、現在はこうやってね、立派な神社が、愛宕神社が立っております。今現在こう木が生えてるんで見えないですけど、当時は木は生えてなかったので、もう本当にいろんな方角から、まあ、清水方向から来る敵とかは全部ここで見えたはずですし、海も多分見えたと思います。あとこっち東海道ですよね。東海道もそうですね。だから本当に、まあ、交通の要所にあるということですね。やっぱり場所に意味があるということですね。そうですね、今川館を中心にそれをこう囲むようにお城ができてるんですね。その中の一つなんですよ。今川館の手前にありますから、すごく重要なお城ですね。ですから規模も、まあ、大きくって、かなり、まあ、立派なお城だったと思います。駿府を取り囲むように配置された城の数々、子どもの頃からたくさんの山城を訪ねてきた翔太師匠に山城の構造を説明していただきましょう。東海道真理子宿の西にあった真理子城、翔太師匠が大好きな山城です。武田氏を倒して駿府に入った徳川家康によって改修され、より強固な城となったと言われます。こちらはですね、静岡市にあります真理子城の、模型ということになります。これを見るとですね、真理子城がいかにすごいお城なのかっていうのが分かるということなんですね。いや、こう見てもですね、素晴らしい縄張りの、お城だっていうことが分かるんですが、まずはですね、この山の斜面のところにこうやってくぼんだところが見えますよね。これ縦堀っ
って言うんですけど、これ何のためにあるかっていうと、この斜面上がった人たちが横の移動ができないようにこの堀が掘られてるんですよね。マリコ城は本当にたくさんの、特にこの辺りなんかですね、これも畝城縦堀って言ってもいいくらいの何本もの縦堀をこう入れて横の斜面の移動ができなくしているんですよ。しかもですね、この縦堀の場合はこの縦堀を使って堀底をずっと歩いてくる敵がこう来る、そこを想定してこっから相手を撃退できるように車が作られているんですよ。そしてこのここもですね、ずっと特徴的なこう横堀がずっと続いているんですが、その横堀の中にですね、こういったところ、あるいはこういったところ、下から来る相手に向かってですね、まあ銃座ですよね、まあやや火縄銃なんかを撃てるこの銃座をこういくつも作っているっていうところ、これがもうかっこいいです。はい、これね、マリコ城ってお城はお城好きにとってはすごい憧れのお城なんです。もう日本中の城好きがこのマリコ城に行ってみたいって思っているぐらいすごく有名な土でできた山のお城、山城っていうことになります。山城が好きな人にとっては本当にこうね、何本指っていう感じの、ここに行ってみたいってみんな願ってるお城で、多分皆さんマリコ城ってネットで検索してもらったらマリコ城に行きましたっていう城好きの報告が山ほど出てきます。それぐらいすごいお城なんですよ。僕もこれ高校生の頃に行きましたけど、当時ものすごい感動した、これすげえなって思ったお城の一つです。こちらですか。そうです。はあ、はあ、おお、はあ、面白いですね。さあ、ということで楽しみにしていた静岡市歴史博物館、初めて来たんですけど、できてますね。駿府城公園近くに1月13日にグランドオープンした静岡市歴史博物館です。翔太師匠と歴史博物館を訪ねました。今日はよろしくお願いします。ようこそ静岡市歴史博物館。いや、もう楽しみに来ました。ありがとうございます。はい、きっとご満足いただけると思います。いや、なんかもう建物も大変ね、はい、ユニークな感じですから、ね、はいはい、新しい建物だなっていうね、うん、デザインがすごい素敵で、うん、そうですね、うん、この先に静岡市歴史博物館の一番の見どころの一つがあるそうです。こちらですか。そうです。はあ、はあ、おお、はあ、面白いですね。はい、静岡市で育まれた貴重な歴史の価値と魅力を発信する拠点となるミュージアムの1階に展示されるのが戦国時代末期の道と石垣の遺構です。この遺構は歴史博物館の建設に伴う発掘で見つかったもので、当時の姿がそのまま残された大変貴重な文化財です。幅およそ 2.7 メートルの道の両脇に30メートルほどにわたって続く石垣は戦国時代末期天正期の技法で作られています。歴史博物館は当初の設計が変更され、この貴重な遺構がそのままの形で展示されることになりました。徳川系の人たちっていうことですかね、うん、ではないかと一応ね考えられてますけどね。この道が、ね、発掘された時にはね、はい、喜んだでしょうけど、その後の設計変更のことを考えるとね、関係者の人は大変でしたね。それは大変だったんですよまさに歴史博物館のためになんか今まで埋まっててくれたみたいな。そうです、そうです、そういう意向ですもんね、はい、下に降りてもう普通の目線で見ることができる、これが特徴なんです。あ、嬉しいですね。どうぞ下まで行ってみてください。はい、はいやー、いいですね。
これちょっと頭の中でね、うん、この両サイドに炊事塀があったことなんかちょっと頭に想像しながら見ると、うん、当時の人たちが見ていた風景が頭に浮かびますね。この石の組み方といいますか、はい、これによって時代を一応判定してますからね、はいはいはい、まあ、いわゆる野面積みの形態だと思いますけれども、はいはい、まあ、こういうものをきっかけに、まあ、夢をね、描いてもらうとか、はいはい、あるいはやっぱり静岡ってすげえなっていうね、うんうん、そういうことをね感じてほしいと思いますね、はいはい、そうですね、はい、元服を迎えた竹千代に今川義元が送ったとされる紅伊藤年腹巻と関ヶ原の戦いや大阪の陣に傾向して勝利を収めたことから吉祥の鎧とされ、歴代将軍が大切にしてきた志田具足がこの博物館のために当時の技法で模造復元されました。家康の武将としてのスタートとゴールにまつわる2つの鎧が展示され、家康の一生を感じられる施設となっています。最後に翔太師匠に静岡市ゆかりの歴史上の人物を聞いてみると、僕が好きなのはですね、今川氏真公なんですね。義元が桶狭間の戦いで討たれたことで一変してしまった氏真の人生もかなりドラマチックだったことでしょう。時代の、ね、波に飲まれてしまって、まあ、戦国大名としての、まあ、今川氏はそこで終わってしまうんですけども、まあ、最終的にはですね、まあ、徳川家に取り入れられてですね、で、まあ多分江戸時代であの人だけだったんじゃないですかね、いきなり徳川家康公のとこ行ってこんばんはちょっと昔話でもしようかなんてですね、話ができた人物って多分今川氏真公だけだったと思うんですよ。まだまだ語り足りない翔太師匠ですが、そろそろお後がよろしいようで。